はい、今回の動画はですね、ビートレインショーティー小田急電鉄8000型のプラレールを開封したいと思います。ではね、開けていきたいと思います。まあ、ちょっと高そうなね、カッターで今ちょっと開けてみますかね。ちょっと高い高級なカッターだっけ。高級でもないか、5、600円ですね。ちょっと高めのカッターです。今開けました。こんな感じですね。はい、めんどくさい、組み立てなきゃいけないから。今からね、ちょっと魔法の薬品をね、まあ、この中に入れてね、まあ、振るとね、まあ、ちょっと一瞬で組み立てられるんで、ね、今からちょっと魔法の薬品を入れて、ちょっと組み立てたいと、一瞬で組み立てたいと思います。ではね、魔法の薬品を入れていきたいと思います。はい、こんな感じでね、魔法の薬品を今入れました。魔法の薬品を入れてね、今蓋を閉じました。これでね、まあ、フルフルするとね、まあ、一瞬でビートリが組み立てられるんでね、今からフルフルしたいと思います。はい、こんな感じで、ね、まあ、5分ぐらい振ったんで多分完成したと思います。ではね、多分完成してると思うんで出したいと思います。はい、こんな感じですね。ちゃんと袋に梱包されて出てきました。はい、こんな感じでちゃんと組み立てられてますね。はい、ではね、ちょっと袋から出したいと思います。袋から出すシーンはね、もうちょっとね、長いんでカットしちゃいます。こんな感じで出てきましたね。前面の方向幕の行き先は、急行、片瀬江戸島行きです。側面はこんな感じです。まあ、こちら先頭なんでね、まあ、普通の小田急8000って感じですね。で、続いて2号車。3号車ですね。3号車はね、動力車ユニットを入れましたね。っていう感じです。あと、パンタグラフを交換したんで、上がったり下がったりします。っていう感じですね。で、一番後ろですね。まあ、こんな感じですね。こちらが、片瀬江ノ島方面の先頭になる4号車です。行き先は、急行、片瀬江ノ島行きです。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。本日も小田急をご利用くださいましてありがとうございます。急行片瀬江戸島行きです。第1号商品小田急号です。そして特急3号片瀬江戸島。まもなく中央林間、中央林間です。中央林間の次は南林間に止まります。田園都市線はお乗り換えです。お出口は左側です。ネクターズ中央林間空中線と田園都市線の高速の降臨が中央線の一番を止めます。扉が閉まります。ご注意ください。電車が発車いたします。黄色い線の内側をお歩きください。